僕をお祝いしに来てくれたの？ありがとう。すごく嬉しい。そうだ、今日は僕の誕生日パーティーが開かれるんだ。よかったら君にも参加してほしいな。僕のお願いを一つ叶えるのがプレゼントってことでね、いいでしょ。365分の1の僕のための特別な日、一日中フル稼働で楽しんじゃおうっと。本日は私の製造記念日の祝賀会へのご来場、誠にありがとうございます。こんな感じの挨拶はどうかな。いよいよナイトレーブンカレッジ恒例のバースデーインタビューの開始時刻だ。これまでの統計データを踏まえると、僕のプレゼンターに選ばれる確率が高い人物は…お待たせー。はーい、オルトちゃんのプレゼンターを務めますケイ君だよ。は、やっぱりケイトダイヤモンドさんだったんだ。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくね。てなわけで、お誕生日おめでとう、オルトちゃん。早速だけど、じゃん、俺からのプレゼント。ありがとう。このラッピングは大手通販ショップの贈答用包装紙だね。中身は何だろう。スキャナーを起動するのはダメか。プレゼントは開けてからのお楽しみがセオリーなんだよね。さすがオルトちゃん、わかってる。ほらほら、早く開けてみて。うん。何が入ってるんだろう。ワクワクするな。これはモバイルプリンター？デジタルで撮った写真を印刷するためのものかな。でも僕が撮影した写真は日付、被写体、場所等の情報を含めて全てクラウドに自動保存されるんだ。わざわざプリントアウトしなくても写真はちゃんとデータで残ってるよ。だね。俺もオルトちゃんと同じで、撮影した写真は基本データで管理してるよ。便利さで言えばデータ管理の方がずっといい。でも友達と一緒に盛り上がるって観点ならどう？友達と一緒に盛り上がる？うん。プリンターに同梱した写真用紙を見たら何かピンとくるかな。写真用紙あった。見本画像だと余白が広い写真を出力できるみたいだね。あ、もしかしてここにイラストや文字を書き込めるってこと？ピンポン、大正解。画像の加工ならデータでもできるけど、やり直しが効かないところはスリルがあるね。確かに、その場にいるメンツ次第ではとんでもない傑作が仕上がるかも。あ、こっちは裏面がシールになってる。相手の好きなものをプリントして渡したら喜ばれそう。オルトちゃんは察しがいいな。俺の言いたいことバッチリ伝わってるみたいでよかった。これを使って寮とかクラスの友達と楽しく過ごしてほしいな、なんて思ってのチョイスでした。なるほど、それであえてのアナログだったんだね。嬉しい。ありがとう、ケイトダイヤモンドさん。早速1枚プリントしてみようかな。使って使って。最初にプリントするのは何の写真にする？せっかくだから今撮影した写真にしようかな。今日の記念にケイトさんとのツーショットを撮りたい。喜んで。そしたら印刷したやつに俺からのお祝いメッセージを書いちゃおうっと。わあ、すごく嬉しい。なら2枚出力して、もう1枚には僕からケイトさんへのお礼のメッセージを書くよ。ナイスアイディア。それじゃあ最高の1枚を撮影しなきゃね。オルトちゃん、もっと近くに寄って。うん、いい感じ。それじゃあ行くよ。はい、チーズ。
それじゃあインタビューを始めよっか。最初の質問は、無人島に一人連れて行くなら誰を選びますか。ただし同じ寮の人は除く。だって。無人島か。ちょっと待ってね。シミュレーションを開始します。目的地無人島。選定条件、イグニハイド寮生を除外。結果が出たよ。僕が無人島に連れて行きたい相手はマレウス・ドラコニアさん。マレウス君？マジ？ん？マレウスさんはディアソムニア寮生だから質問の条件は満たしてるでしょ？うん、オルトちゃんは何も間違ってない。予想外の回答にケイ君がちょっと驚いただけ。どういうシミュレーションでマレウス君になったのか聞かせてくれる？じゃあ順を追って説明するね。まずシミュレーションの条件設定。質問には場所と相手は指定されてたけど、何をするか目的が提示されてなかったから、僕は無人島からの脱出を第一の目的に設定したんだ。長く寮を離れると兄さんが心配だから。確かにオルトちゃんがいないってなったらイデア君めちゃめちゃ取り乱しそう。単純に脱出っていう条件だけなら誰が相手でも問題ないんだけど、僕が対応できないイレギュラーな事態が発生した場合、一番迅速に解決できるのがマレウスさんかなって。オルトちゃんが対応できないこと？一番の懸念は悪天候、特に雷だね。島の天気は変わりやすいなんて言葉もあるくらいだもん。無人島からの脱出っていうことは終始屋外を移動するわけでしょ。道中でもし雷雲が発生したら。ああ、雷が鳴っている中機械の体のオルトちゃんが動き回るのは危険な感じがするね。魔力の高いマレウス・ドラコニアさんなら雷なんてへっちゃらそうだし、お願いしますって頼んでおいたら僕を守ってくれるかなって思ったんだ。マレウス君相手に頼み事をしようって考える生徒なんてそうそういないだろうな。でもオルトちゃん、逆に言えば雷の心配さえなければ自力で脱出できちゃうってこと？すごいね。うん。あ、でも本当に無人島に行ったらちょっとだけ島の探索もしてみたいな。図鑑でしか見たことのない虫や魚や花を実際に観測する機会なんてそうないし、まだ誰も足を踏み入れてない未開の無人島だったら僕が新種を発見しちゃう可能性もあるよね。急にテンション上がったみたい。オルトちゃんって冒険とか好きなタイプ？うん。海賊が残した暗号の解読とか洞窟に隠された秘宝探しとかちょっと憧れちゃう。不便な無人島生活もオルトちゃんにかかれば楽しいバカンスになるんだね。次の質問です。もしイグニハイド寮以外の寮に入ることになったらどの寮を選びますか。どこか一つか。せっかくなら全部の寮に行ってみたいな。サバナクローの気候も海の中にあるオクタビネルの環境にも興味があるし、悩ましいけど、どこか一つを選ぶとしたらポムフィオーレ寮かな。へえ、さっき挙げたもの以上にオルトちゃんの興味を引くものがポンフィオーレにあるってこと？ポムフィオーレは一番歴史の古い寮だからね。この学園の歴史を学ぶ上で一度は調べてみたい寮なんだ。学園の歴史ならポムフィオーレじゃなくても調べられるんじゃない？図書館にもそれ系の本あるし。前にトレイン先生が魔法師の授業で言ってたんだけど、歴史を学ぶにあたっては文献からの情報だけじゃなくて時には現地に赴くことも大事なんだって。フィールドワークっていう人文科学で広く行われている調査技法だよ。ああ、トレイン先生がすっごい複雑そうな顔で、私にもう少し体力があればって話してたやつだ。僕、学園の歴史に関しては入学前にあらゆる情報をインプットしたつもりだったけど、先生の話を聞いてまだ知らないことがあるんじゃないかって思うようになったんだ。
この学園のフィールドワークをするなら一番歴史の古いポムフィオーレは外せないよ。史跡としてのポムフィオーレか。面白いものの見方だね。調査といえばルーク・ハントさんについてももっと詳しく知りたいな。ルーク君？なんで？実はアスレチックギアの調整走行中にルークさんと衝突しそうになったことがあるんだ。もちろん安全圏内で停止したよ。だけどびっくりさせちゃったかなって思ったから念のためバイタルを確認させてもらったんだ。そうしたらルークさんの脈拍は一切乱れてなかった。びっくりしたけど一瞬で平静に戻ったのか全く動じなかったのか密かに気になってるんだよね。学園の歴史よりルーク君の調査の方が難易度高かったりしてね。オッケー、これでインタビューは終わりだよ。次はお待ちかねのメインイベント、幸運のギフトの贈呈だね。僕すっごく楽しみにしてたんだ。オルトちゃんってばノリがいい。せっかくだしめっちゃ映えるムービーも残したいよね。三脚はこの辺りにセットして、スマホの向きもいい感じ。このアングルならあと後ろに2歩下がってからのスローイングがおすすめだよ。受け取り側からアドバイスをもらうのって変な感じ。この辺でいい？うん、バッチリ。それじゃあ行くよ。オルトちゃんお誕生日おめでとう。記録は特別なメモリーとして大事に保管するよ。祝ってくれてありがとう。